UEFA チャンピオンズリーグ CL 準々決勝セカンドレグの2試合が地時間13日に行われた。今シーズンの欧州差はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。ファーストレグに、サンデオエパリサンジェマン、PSG の本拠パルクでプランスに乗り込み、だ前回王者バイエルンミュンヘンは、40分に、キシム・チュポモティングがゴールを奪い、制に成功。しかしその後はゴールが遠く、1-0で合わせを終えている。2戦合計スコアは3-3となった。アウェーゴールの差により、前回王者はベス8で姿を消すことになった。敵地でのファーストレグを2-0制し、ある程度の余裕を持って、セカンドレグに挑んだ。LC は最後までゴールを奪えず、後半はイショナルタイムに、メディタレミに1点を得てしまったものの、2戦合計スコア2-1でポルを撃破。7期ぶりとなる CL ベスト4入りを決めて、パリ・サンジェルマン0-1-2戦合計3-3バイエルン・ミュンヘン CL 準々決勝セカンドレグ40分0-1マキシム・チュポモティングバイエルン・チェルシー0-1-2戦合計2-1ポルト CL 準々決勝セカンドレグ94分0-1メディタレミポルト両